はい、お疲れ様です。お疲れ様です。2020年9月の末頃からですかね、YouTube 始めまして、山林開拓やりましたね。はい、やりました。大変でしたね。大変でした。まだ大変なの続いてますけどね。ボラちゃんどうでしたか、今年はやってみて。いや、まさかここまで来るとは思いませんでしたよね。あのボーボーのジャングルがこんなに綺麗になって、小屋まで剥がすことになるとは思えませんでした。やりがいのある2020年、ね、オラちゃんはあの畑の中で何キロ動きましたかね。どうでしょうね、万歩計つけておけばよかったです ね、 そうですね。来年あたりつけちゃおうかな。いいかもしれないですね。あんまり目算もしないかもしれないですけどね、来年ね。いや、動いてもらいますよ。はい、頑張ります。、はい、旦那様どうでしたか。そうですね、やっぱりあの最初の草ぼうぼうの時から見ると全く違う土地になっちゃってて、もう、まあ、それが、まあ、感動は感動ですね。ただ最近雪が降り始めてからはなかなか、まあ、作業が進まなくてどうしたもんかなっていう感じですけど、まあ、来年もっていうか、来年はもっと効率よく作業できるように頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、ちょっとね、あまり、ね、職人の方たちじゃなければやらないようなことをに無謀に挑戦しているという、そうですね、はい、怪我だけないように頑張りましょう。はい、本当あれでしたね、なんか濃い2020年でしたね。そうですね。私もいます。週1回の2020年参加させていただきましたが、月曜日、はい、あのいつもいつも楽しく作業。でも今日雪降っちゃいましたもんね。そうですね。雪降っちゃいましたからね。まあ、ビートテックあるんで大丈夫ですけどね。ね、本当最後の最後にまたもう一回雪が降るという、はい、でも、まあ、もしかしたらお正月も出動するかもしれないですね。はい、早くなんか形作って、メインはね小屋じゃないんで、そうです、あの畑なんで、はい、頑張っていただいて、あ、カッパ様が到着しました。カッパ様、到着しました。今ですね、はい、どうでしたか、今年は。今年はっていうか、今年はあれですね、その畑を始めて参戦してからですね、まあ、本当にエクササイズだと思って本当に楽しく、ね、皆さんとやらせていただきましたが、本当に心も体も元気に、でね、食物が育てば本当に、そうですね、楽しいことがこれから楽しい、楽しいことがたくさんです。何でしょう、ここから覗くと、とても体も育ってるんですけど。体が育ってるんですよね。じゃあ今日はあの、いや、育ったんですね。なので力移してもらってよろしいですか。ちょっとでかく映ってるんでね。ちょっとね、雪なんで厚めの、ね、厚めのね、いっぱい着てますけど。ああ、いっぱい来てたんですね。そうですね、たくさん来てます。それは知りませんでした。はい、ね、あのいろんなものを焼いたりとかね、うん、来年もやっていきたいですね。はい、ぜひ野菜 ね、育てた野菜を焼きたいですね。焼きたいですね。楽しみですね。誰も農業経験ないですからね。そうですね、はい、ですね。何育ちますかね。ミートテックは育ちますね。育つんだ。育ちます。減らない。あ、減る
かもしれませんね。夏一生懸命働いてね。まあ、減らせる努力しますか。そうですね。はい。努力は大事ですね。じゃあ、2020年ももうそろそろ終わりです。見ていただいている方も来年がいい年になるように私たちも頑張っていきましょう。はい、はい、それでは来年も頑張るぞ。おー